本当に乱暴でしたね。すまない。父様は私が一番尊敬していた人で、私が一番最初に死なせた人でした。それはなぜ？なぜでしょうね。港さんも同じだって聞きました。呪いでお母さんを。所長か。私は戦います。戦い続けます。これからも、もう自分のしたことに怯えたりはしません。泣きません。震えもしません。港さんがそばにいてくれるなら。悪を、人を食い物にするような奴らを憎んで、殺して、それでいいんですよね。わけなのよ。わかった？ちょっと、なんで黙るのよ。なんだその、つまりおめえの話を総合すると、エクスカリバーはエクスカリバーン？あんた何を聞いてた？同心和尚を殺したのはマイドロロニアだと？そうなのよ。これは幕府への挑戦よ。危機よ。魔女たちの軍勢を結集して対抗しないと。いえ、この際太宰府の足利行綱も呼んで狩りを作ることになるけど仕方ないわ。あと室町三代には朝廷を抑えさせて。お茶の狩りいる？もらおう。聞いてってば。聞いてやる。だが茶くらい飲ませろ。貴様の妄想夢物語に付き合うのはかなりの骨だ。うん、できればダイジェスト版にしてくれ。妄想でも夢でも物語でもないっての。毎度の飲み屋は六原を滅ぼすつもりなのよ。その手始めに同心様を亡き者にしたの。
いいえ、もしかしたらお父様を殺めたのも、そうよ、そうに違いないわ。これが危機でなくて何なの。被害妄想だ。仮想戦記？違うっつの！キあのさ、新郎がどうやってそんなことすんのさ。あのおっちゃん、身辺警護の兵隊も自前じゃ持ってないんですけど。だから隠し持ってたのよ。信じられないけど、そう考えなきゃ説明がつかない。間違いなく武者もいる。どれほどの戦力を抱えてるのかしら。へえ。ほう、真面目に聞け。聞いてるよ。どう思う？さて、説明がつかないとのことだが。ああ、そう言ったな。え？なんでそう考えなきゃ説明つかねえんだろ。それこそ太宰府の反逆とか GHQ の陰謀とか、もっと普通にありそうな推測はなんぼでも立てられんのにな。実に不可解な話だ。毎度の宮がやったって部分だけは確信があるみたいに聞こえるぜ、雷鳥くん。あ、いえ、それはね、マロの手の者が情報をつかんだから。ならそこから言えばいいだろうに。なんで筋道立てて話さないんだ。そうね、マロとしたことがちょっと動転していたみたい。それにしても大したものだ。まだ城内の混乱すら収まっていない有様だという。すでに貴様はそこまで真相に確信を持てるだけの情報を揃えているとは、よほどに優秀な諜報班を抱えているのだな。ええ、知らなかったにゃ。馬屋衆より優秀なんでね。上腕もこれじゃ面目丸つぶれだ。教えを乞いたがるだろうよ。そんなことは今どうでもよくて、毎度の飲み屋への対処を考えましょう。向こうが実力行使で来ている以上、こちらもそうする以外ないわ。どこからどれだけの兵力が出てくるかわからない。今動かせる限りの軍を県庁寺へ。おめえがやれ。は？お弓軍管区の兵を集めな。それで神王を襲って殺してこい。マロが？マロの軍だけで？そうだ。なんでよ。ああ、親切のつもりなんだけどな。あてらの軍で攻めたら神王をどうすっかわかんないよ。殺さないかもしれない。ちょっと話を聞いたりするかも。そうだな。どうやって不堕落城襲撃などという暴挙を成し遂げたのかとかな。どうする？何のことかわからないけど、わかったわよ。マロの手勢で片付けましょう。手早くな。そう長くは待たねえから。一週間だ。その刻限を過ぎたら、堀越と笹川の両軍は反逆者の処分を行う。どうして、どうしてこんなことに。やるかね、あいつ。やるしかなかろうさ。バカもバカなりに計算くらいはする。俺と貴様を同時に敵に回して勝てるとは思うまい。バカか。あいつはバカとは少し違うね。ただ大きすぎる服を着たから頭が隠れて前が見えなくなったってだけでね。それこそバカの証明だろうが。違うとは言わねえけど。貴様は雷鳥をあまり嫌わなかったな。まあね、あいつ裏も表もないしね。正しくは裏と表が筒抜けなんだけど、そういうアホは嫌いじゃない。だから後始末も当てがやっとくよ。そうか。六波羅も終わりだな。終わらせはせん、俺がいる限り。まだやる気なんだ、シシ君。
ってことは時をも連れてく？そのつもりだ。鎌倉は貴様の好きにするがいい。そっか。んじゃあ綺麗にやっちまうか。間違いないんか、所長。残念ながら複数の経路から入手した情報です。お弓久保府にて大規模な軍事行動の準備が開始されていると。目的は公にされてはおりませんが、現状を鑑みればまず疑いはないわな。準備に時間をかけているのが救いです。こちらの戦力を読めないせいでしょう。何かしらの手を打つ暇がないわけではありません。っていうても、命運尽きたかな、わし。いえ、京都へお逃れください。いかに幕府でも近隣へ兵を推し進めるのは無理です。鎌倉からの脱出は私がすぐに手配を。そうもいかんやろ、菊池。宮殿下、ここで引いたらもう再起の目はないわ。舞殿の宮は死んだも同然や。死んだも同然のくせに生きてるってのは立ち悪いな。散々謀略ごとをもてあそんできたやつが責任も取らんで。しかしわしも恥を知ってる。おまさんも知ってるはずい。あの戦場でわしらが人のままでいられたんはそいつを忘れなかったからやないか。そやろ、宮殿下。良い覚悟だ。では名誉ある死を迎えていただくことにしよう。舞殿の宮春広親王殿下。何？誰や？俺はお弓十傑が一人、人呼んで天敗星の。ギャー！背中がガラ空きだ、マヌケ。一条くん。影明。ああ、よう来てくれたね。危ういところでしたか。ああ、この男、お弓のものだと言っていた。今川雷長の放った刺客に間違いない。では、軍事行動を準備中という情報もある。彼は我々を滅ぼすことに決めたようだ。そういうことであれば猶予は一刻も許されません。宮殿下、どうか脱出のご支度を。不肖この影明が警護つかませきます。そう言うてくれるのは嬉しいけどな。影明、宮殿下はここへ残られる。それはおれ、わしこんなんでも帝の一族やろ。国民の手前、あんましみっともない真似はできなくてな。最後の始末くらいきっちりつけんと。所長、私も脱出をお勧めした。しかしそれが誇りの喪失を意味すると宮殿下がお考えならば、私はそのご意志を尊重する。舞殿の宮殿下の姉妹を見届け順次を。もちろん影明君たちが付き合うことはない。所長、おまさんもな、もう十分世話焼いてもろたし。へえ、いろいろお世話をさせていただきました。この際ですから最後までお付き合いします。どの道私が見逃されることもないでしょうからね。自分も。あかんえ、
おまさんにはやることがあるやろ。宮殿下、林星号の剣を頼む。あれを止められるのはお前だけだ、影明所長。行きましょう、港さん。一条下総へ、お弓久保今川雷鳥を殺しに。ひぃ、先手を打つんです。殺される前に殺す。そうすればみんな解決します。そりゃあ、まあけどなあ。仮にそれが成功するとしてもだ、次は笹川、堀越の両久保が。なら、そいつらも殺せばいい。一条。どうせ六原は滅ぼすんです。奴らは悪ですから。あの山犬どもがこの六年間やってきたことを思えば、滅ぼす以外の選択肢なんて最初からなかった。予定よりもそれが少し早まるってだけです。奴らを滅ぼしてこの国を正しく立て直しましょう。うん、けど六原がのうなったら進駐軍の天下になってしまうよ。そうでした。あの連中も大和を私物化したいんでしたね。そのために六原を野放しにしてた。ならあいつらもこの国から叩き出します。そらちょっと無茶やないか。できます。私は古賀久保を倒した。きっと誰もそんなことができるなんて思ってなかった。でも私はやれた。だからできる。この世の悪を滅ぼせる。目の前にある悪を。どうしようもないから、仕方ないからって言って見逃してやる必要はもうないんだ。私と正宗、それに港さんがいれば絶対誰にも負けないから。さすがは政宗様、そのお言葉を聞き私も迷いがなくなりました。あなたは姫様。おお、桜子さん。そうそう、この人のこと話すの忘れとった。影明君たちとは不堕落で付き合いがあったそうやね。いささか。桜子さんはな、あの晩のどさくさに紛れてうまく脱出してきはったんや。その後この建長寺にわしを頼ってきてくれたんでな、かくまってあげてる。この寺も幕府の動揺を受けて風向きが変わりつつある部分があるのでな、これくらいのことは見逃してもらえる。なんと。しかしよくもあの城から抜け出せたものです。そのことにつきましてはまだ宮殿下にもお話ししておりませんでしたけど。お？当時
おいでなさい。は、姉上。この人は、ご尊顔を拝したてまつり、強越の極み。それがしは岡部壇上が一死にて、黒の瀬童子の名を称する者にございます。私の腹違いの弟です。なんやて？けど頼綱さんの息子はみんな殺されはったはずじゃ。我が母は身分卑しく、加えて咎人の敬類でもありました。そのため父はそれがしの存在を公には秘し、一族の者と限られた忠臣たちにのみ、この者が岡部の血に連なる男子であることを伝えていたのです。それで六春の中陸を免れたと？さようにござる。猪苗城で父が大鳥四宿に滅ぼされた後は、この弟が各地に散った残党を取りまとめておりました。その一部が不堕落にも潜入していて、遊佐同心目が果てたあの夜に行動を起こし、姉の身柄を奪回したという次第にござる。私どもが首尾よく逃れられたのは、あの狡猾な公方が足止めされていたからこそのこと。政宗様、心よりお礼申し上げます。まことに我らは最後まで見届けること叶いませなんだが、キャツメをついには打ち果たされたことも伺っており申す。姉に恥辱を与えたあの破壊聡明をよくぞ打ち取ってくだされた。それがしからも御礼申し上げる。ああ、うん、予定か。うん、教えたのわしや。これこれこういう姿形の武者が宇佐同心と一騎打ちしてたけど、心当たりはないかって聞かれたもんで、そら一条くんの政宗やないかって答えたら、桜子さん、俺は一姫って名前で不堕落城にいる人じゃないかって言うて。ええ、なんとなく偽名っぽいとは思っていましたから。なんや、知ってるやないかってな感じで、結局全部話してもうたわ。なるほど。お願いがございます。何ですか？あなた様の義挙にどうか我々岡部の一党を加えください。決して足手まといにはなりません。え、でも丸あがきは岡部の仮名を汚すばかり。私はそう申しましたし、今もその考えは変わっておりません。ですから岡部の旗は掲げず、ただ政宗様を仰いで戦いたいのです。それは生きているからには責任を投げ捨ててはいられない、そう思い直しました。許すべからざる者がいるなら戦わねばならないと。六原は滅ぼすべきです。
姫様。一緒にやりましょう。六原の犬どもを叩き潰す。はい。では各地の同胞に檄を飛ばしましょうぞ。岡部の生き残り、他大小の反幕勢力合わせて千ほどはすぐに集まります。武者もいくらか。いや、お待ちを。闇雲にことを起こしたところで生産は古賀久保はもうおらん。それでお弓久保もいなくなりよったら、暴走の幕軍には頭がのうなる。宮殿か。六原は久保の権力がエロー強い。逆に言うと久保がおらんかったら動かん組織や。古賀とお弓が潰れた隙を狙えば、千からの兵で暴走半島を席巻できるかもしれんな。千というのはあくまで当座のこと。暴走を奪い、宮殿下をいただいて全国に号令を発すれば、たちまちのうちに万余の軍勢が集いましょう。ではこういう手順に。私と同時は同志を結集、鎌倉へ引き込む。宮殿下を暴走へご同座申し上げます。香取がよろしゅうございましょう。あそこの宮司は父が懇意にしておりましたゆえ。その間に私と港さんはお弓久保今川来町を撃つ。で、軍事的に孤立した暴走半島をぶんどる。どうや所長。随分と荒っぽい話になったものです。そやな、わしらの最初のプランとはえらい違いやね。しかしもはや仕方ありますまい。状況はすでにデッドオアアライブ。全て投げ捨てて死ぬのが嫌なら生きて戦うのみです。そういうことやね。懸念すべきは進駐軍の動きですが、こちらが親王殿下を包帯していると知れば、国民感情に留意する GHQ は直接攻撃をためらうでしょう。そこに交渉の余地はあります。よしよし、なんとかいけそうやないか。はっ、必ずや大義は成就いたしまする。
名前はいかがいたしましょう。名前は倒幕の騎士を鮮明にする以上、やはり軍にはふさわしき名を冠するべきかと。そうですね、人集めにも都合が良いですし。そうやな。いや、名前なんていらない。は、しかし政宗殿。名前をつければ名前に縛られる、名前で中身を測られる、名前で誤解されるし、名前で侮られる。だからそんなのはいらない。ただ戦うだけでいい。私たちは名乗らず戦う。六波羅、神中軍、悪なる奴らすべてと戦う。その正義だけがみんなに伝わればいい。その正義を知って戦う勇気を起こした人たちが来てくれればいい。名前は必要ない。私たちは無名の戦う集団だ。ならば我らはただ政宗の軍と人に呼ばれることでありましょう。そうだ、それでいい。御堂、その輝ける正義の志に人は集う。悪党などというが、群れ集まるのは何も邪悪どもだけの特権ではない。正義も集い、より強き正義となるのだ。我らが光となる限り。ああ、すみません。はい。このお寺に新たというご夫婦はおられませんか？夫婦？ここにいるのは仏様にお仕えしている人たちばかりですよ。あ、そうですね、夫婦ではないかも。うん、新た、覚えがないですね。そうですか。すみません、さっきここへ入っていった人に見覚えがあるような気がしたので。一般参拝の人かな。そんな時間でもないけど。ああ、あなたもこんな時間に出歩いていてはいけませんよ。物騒なご時世なんですから。お家はどこです？大丈夫です、すぐ近くなのでもう帰ります。ありがとうございました。いえいえ、お気をつけて。
真っ昼間から女性に抱きつかれている男というのは人目にどう映るものなのだろう。いい身分ですね。私がそんなやつ見たら海に蹴り込むと思います。それは普通に投資する。離れてくれ。大丈夫です。今の私は見てる方じゃないですから。こう密着されていると男性的欲求が冷気しかねないのだが。真っ昼まで船の上ですよ。だから困っている。どう始末をつけろというのだ。港さんって実は結構節操なし。ない。どうしてそんなに自信満々。自制心に幻想を持っていないだけだが。まあその辺の事情は知ってますけど。知っちゃいましたけど。もっとひどい。そうかも。霊気したらどうしろと。その時はその時で。無責任だぞ。寒いか。そうですね。海の上は風も強いし。そろそろ冬も近い。はい。大丈夫ですよ。港さん、少し不安そうに見えたから。大丈夫です。私と港さんが一緒なら必ず勝ちます。このままお弓まで行くんですか。いや、できればそうしたいが、そうも行くまい。平時ならお弓港への定期便もあるだろうが、今はおそらく軍用船以外の入港は禁じられている。仮に便があったとしても厳しい検問をパスせねば上陸できまい。暴走半島はほぼ全域がお弓軍の管轄にある。港は全て使えないと見た方がいい。船は浦安で降りる。そこから船橋まではバス。その先は徒歩だ。少しばかり時間はかかるが、それが一番目立たないし小回りも利く。走行して飛んでいければ楽なんですけど。お弓領空へ入った途端に察知される。久保府へ着く頃には完全包囲下だ。
奈良市の分隊鬼ヤンマより報告。目標を捕捉した。曽我兄弟2名を確認。他に随行者はなし。以降の指示を請う。了解した。プラン D にて迎撃。直ちに作戦を開始する。どうしたものかな。少し戻ったあたりに喫茶店があったじゃないですか。とりあえずそこを入りません？そうするか。いらっしゃいませ。お二人様ですか？はい。ご注文は？シナモンティーを。それもう一個。シナモンティー2つ以上でよろしいですか？とりあえず。少々お待ちくださいませ。港さん、まさかとは思うんですけど、お尻見てます？うん。なぜに？揺れ具合が気になった。真剣な顔して言うことじゃないです！ああいうの好みなんですか？好み？何の？女性の！そうだな、それなりには。せそない。作戦会議しましょうよ。お。この先どうするかだが、まず強行突破はまだ早い。クボーフに着く前にこちらが撃滅される。陸路を取っても空路を取っても無理だろう。空もダメですか？クボーフまで数分は要する。防空隊とのエンゲージは避けられる。突破できたとしてもクボーフはその間に完全な迎撃体制を敷いている。対空砲の鶴瓶打ちに合うな。もう少し奥深くまで潜入したいところだ。六原の兵士になりすますとか。一手ではある。だが難しいな。前回のように内部の人間の協力があるわけでもない。そうですね。他にはそうだな、道なき道を行くというのも一手ではあるか。どういうことです？道路を使わないという意味だ。山野に潜んでお弓へ接近する。それはそれで難しそうですね。難しい。時間もかかりそうです。確かに
それも難点だ。他に良い考えはあるか。地面の下を潜っていけたら楽なんですけど。村本さん。何？お前はジグモか？違います。マサムネ、ドリルというやつを買ってくるがいい。あの我の時代にはなかった素晴らしい機械、解析して鋼鉄階層で再現できないか試してみよう。考えとか。お待たせしました。お客様ったら、こんな可愛らしいお連れ様がいらっしゃるのに。今はあなたが気になるのです。みなとさん、そんなこと言って、もういたずらはおやめください。自分は本気です。なんで？困ったお客様。自分も困っています。こんなところで、あなたのような人と出会ってしまうとは。私も今すごい困ってるんですが。お客様、どうして？三つあります。あなたの手、あなたの足、あなたの瞳。体だけかよ。いや、問題はそこじゃないけど。誰にでもそんなことおっしゃるんでしょ。いいえ、あなただけです。なんでいきなりキャラ変わってるんですか？それとも、もともとそういう人だったんですか？私裏切られた！しかもよりによって、こんな裏切られ方！あなたの手、白く、綺麗で、今は、とても冷たい。手の冷たい人は心が温かい、とでもおっしゃるのかしら？俗説に興味はありません。あなたのこの手は単に水仕事してきただけだと思います。ええ、人手が足りないので、皿洗いから飲食物の準備まで手伝わないとならなくて。そうなのでしょう。あなたは接客だけでなく、厨房の仕事もしているだというのに、この手は全く荒れていない。白く綺麗で滑らかだ。その代わり、指の付け根に薄いタコがある。これは剣の鍛錬を積んだ人間特有のもの。え？あなたの足取り、腰つき、司祭に見分させていただきましたが、あまりに落ち着きすぎている。いつ襲いかかられても即応できそうだ。武術の心得がない人間には、決してできない方法です。そしてあなたの瞳、時期外れの地元民でもない客に対して何ら怪しむ様子がない。実に不可解なことです。あなたは俺の興味を引いてやまない。港さん、じゃあ、こいつは？ああ、結論は一つ。たまたま武術の心得があった、最近ここで働き始めたばかりのウェイトレスだ。ええー！そうです。もちろん違う。今の時節に従業員を新規雇用するなどまず考えられないし、だいたい、働き始めにしては客慣れしすぎている。
油断した。ただのエロ兄ちゃんかと思えば。へっ！バーカ！港さんはそんな男じゃねえ！さっきお前が横で何を言っていたか、俺は概ね記憶している。相手はしてくれなかったのに。やはり武者か。同心入道を打ったのは貴様らだな。やはり。なるほど、そういうことか。どういう？こんな罠を仕掛けられた理由だ。あの工作員岩田と言ったか。彼女が俺たちの風貌、その他の情報をお弓へ伝えていたのだろう。いささか見通しが甘かったか。こうなることは予測していて叱るべきだった。顔を隠すとか考えもしませんでしたね。とぼけるなよ、神王の手駒ども。何？貴様たちが堂々とお弓へ近づいてきた理由くらいは読めている。陽動だ。貴様らが我が軍を引きつけている間に主力で久保府を突く、そういうことだろ。単純かつ有効な戦術だ。こちらが引っかかっていればの話だがな。その手には乗らん。軍は動かさんよ。貴様らは我々だけで始末する。我らは闇の掃除人。美しき雷鳥様のため御道を清め整える。汚れた犬は追い払い、邪魔な石くれは取り除けようぞ。人呼んでお弓十傑、はばかりながら押してまいる。十傑。一人足りなくねえか。ここにおらぬ一人はすでに果てた。先日貴様らの手によってな。だが図に乗るなよ。奴の実力は我々の中で最も下だったのだ。我らこそ真のお弓十傑よ。本物の力を味わわせてやろう。なんだか知らねえけど、わかった。世はぶっ倒していいってことだな。政宗。おお。世に鬼あれば鬼を断つ。世に悪あれば悪を断つ。剣の断り、ここにあり。村政。え？鬼に王手は鬼を斬る。仏に王手は仏を斬る。剣の断り、ここにあり。ほう、なかなかの武者ぶりだ。毎度の飲み屋が先手として送り込んできただけはある。だが所詮2機。それで我らに勝てるつもりか？つもりじゃ悪いかよ。やってやれない勝負ではない。無謀なやつだ。若さゆえと思えば可愛いが、我らはその逆よ。冒険を尽くし、称賛の上になお称賛を積み上げて戦う。それがお弓十傑の最強たるゆえん。
何言ってやがる。そいつが失敗したからこういう格好になったんだろうが。ごたくはやめてさっさとかかってきな。失敗？失敗だと？まだ何も失敗してなどいない。まあ確かに貴様らがその茶に口をつけてくれていたらことは手早く片付いたろうが。毒か。もともと期待はしていなかった。策はこれからだ。てめえら。この店の本来の持ち主だよ。今すぐ話せ。岩田の報告にあった通りだな。無関係のものなど気にしなければそれまでだろうに。そうはいかぬか、綾音一条。話せって言ってんだ。一条。男の方は物分かりが良いようだな。うん、人質もちゃんと己の立場をわきまえている。そうなると一人だけか。しかし一人でもバカがいると話はうまくまとまらん。仕方ないな。気は進まんが。何？人質は三人いるのだなあ。うん。てめえ。人質は三人いる。意味は通じたな。一人くらいはいつでも殺せるということだ。理解が得られたところで話を進めよう。我々は貴様ら二人の命が欲しい。くれ。悩んでいるな、港影明。おかげをもって実に難問だ。そうか。簡単だろ。一瞬で我々を全員倒すというのはどうだ。そろ結論を出してもらおうか。無言は拒否とみなすから、そのつもりでな。わかった。一条、お前らの言う通りにする。
ほう、思ったより素直じゃないか。では、早速やってもらおう。ああ。港さん。一瞬だけ、あいつらを止めてください。何？エンチャントプラス。流れ、回る。エンチャントマイナス。流れ、変える。正宗、七つのからくり。無限忠誠心。一瞬で全員倒せばいい。てめえの言った通りだったな。ご無事ですか？あなた方は、いや、これは一体どういう。戦争です。は？六原と私たちの潰し合いやってます。戦争ってそんな。確かに軍がやたら動き回ってるけど。すぐに始まります。いえ、もう始まってるんですけど。関東で、大和全土で、戦争が、すぐに。だから、決めた方がいいです。あなたたちは。いえ、誰も彼も、みんな。決める？誰の仲間になって誰と戦うのか。それとも、戦いを避けて逃げるのか。でないと、こういうことになってしまいます。
戦争？うん。なんで？悪い奴らを許せないから。六原？そう。よく知ってるな。大阪。大阪虐殺。みんな死んだ。すごく焼けた。それで、こっち来たの。うん。そうなんだ。あいつらと戦う？うん。なんで？それが正義だって信じるから。正義？まっすぐ正しく生きること。悪い奴らを許さないこと。怖くない？そうだな。ちょっとな。でも、戦う？うん。なんで？そいつが勇気。ここんとこにあるやつ。それがあれば、悪いのと正義で戦える？そう、悪い奴らがのさばる世界を正しく変えられる。東から。ああ、敵は陸路で北からないし浦賀水道を渡って南から来ると彼らは想定している。それ以外特に東側の警戒は甘いはずだ。少なくとも比較的そっちから行けば懐まで食い込めるってことですね。二人だけならばおそらく。心配なのは時間だけですか？そうだな。東に回ってみて期待通り防備が甘く対空警戒にも隙があるようなら飛行して一気に突破してしまおう。防空隊は気にしなくていいんですか？低空飛行ならレーダーに察知されにくい。地上の構造物の中に反応が紛れる。あとは運次第だ。わかりました。ミア殿下。おお、ご苦労さんやったね、菊池。お先に参ります。殿下はどうかゆるりとお越しあれ。うん。まさかおまさんが来るとは思わんかったわ。堀越の雷鳥の方が良かったか、プリンス。お呼びでないとは残念なり。でも、どっちだって大して変わんない気がするけどにゃ。そやな。わしは負けた責任取って死ぬだけや。うん。よりによって雷鳥と組んで、あげく野郎を操り損ねてるようじゃ、どうしようもねえわ。急ぎすぎたな、宮様。範囲はそこだろ。返す言葉もないわ。好きに言えばいい。次はもっとうまくやったるし。次ね。ギャーグやギャーグ。冷たい目でみんな。菊池も待ってるし、さっさと首跳ねてくれんか。あんたの忠実な鎌倉所長か。そのおっちゃんならおめえが生き延びて目的遂げるのを望むんでないの？性格悪いやっちゃな。そう？わざわざ未練を残させたいんか？いや、違うよ。そうしたいならそうさせてやろうかって話。え？踊り上がって喜ばないの？もうちょっと聞いてからにするわ。で、
その条件は何や。桃？タダで安全なとこまで送り届けてやるよ。横浜でいいだろ。 GHQ。 今のあいつらはおめえに利用価値を見出すよ。提出の代わり種、お調子者で人気者の新王様、国民を味方につけるには格好の材料だ。それも売り込むつてがあればの話やろ。わし GHQ にはほとんど人脈ないよ。案ずるな、迷える子羊。横浜基地前に放り出してそれきりなんてことしねえよ。チャチャ丸さんのアフターケアは万全なのだ。ちゃんと仲介者を紹介してやる。グリューネドラフギゼルシャフトって言って、まあ割と怪しげな連中がいるわけだが、 GHQ の要人に顔が利く。グリューネドラフ、あとはおめえの手腕次第。でも簡単だろ。向こうのメリットははっきりしてんだ。あんたがヤマトを代表して進駐軍支持を表明すれば、国際連盟の非戦派も黙る。ジョンブルドもは背中を気にせずアテラと戦えるって寸法だな。大歓迎間違いなし。三食昼寝にハーレム付きは固いぜ旦那。そんでおまさんはどうなるんや。そりゃもちろんシシクと一緒に悪戦苦闘。もうあがきにあがいてあがきまくる。 GHQ に切り札まで投入させる。でも最後は負けるね。土台市民に見捨てられた軍がいつまでも持つわけねえし、六原は滅びてあても死んでおしまい。大和国は平和になりましたとさ。めでたしめでたし。理想的やね。だろ。じゃあそういうことでいい。返答か。そやな。それなら断る。ここで死ぬわ。音声だけではよくわからないと思いますが、あては今ずっこけました。なんで解説？そのすだれで見えてないかと思って。つかなんでさ、文句なしにいい話でないの。そやな。ブリテンの属国になるのは嫌ってこと？いややな。でもそれがヤマトのみんなにとって最善の道なら仕方ないとも思うえ。じゃあ何が不満よ。取引になってないからや。ん？おまさんは何も得しないやないか。そう言うてはった通り、進駐軍はわしを歓迎するやろ。六原は追い詰められるやろ。中量株のおまさんは死ぬやろ。おまさんは失うだけや。何も手に入らない。うん、なんて無欲な足利ちゃちゃ丸。百年後にはお札になってるかもしれんね。ね。それがなんかまずいの？まずいわ。エロまずい。くれるもんだけくれて何も欲せんやつってのはな。本物の聖人か。でなければ、最後に何もかも奪っていく。本物の悪魔や。ちゃちゃ丸、おまさんの望みを聞かせてもらおうか。本当に何もないならそう言うといい。その面のまま言えたら信じたるわ。望みは？ワールドエンド。あばよ、宮様。おめえ使うのが一番いいと思ったんだけど。じゃあね、別のやり方考えるわ。おい、ちょっと待て、そこのおっさん。悪いな。菊池。致命傷なのですが、ねえ。当たりどころが変に悪かったのか。
なかなか息が絶えてくれず、まだ生きています。などというのも恥ずかしく、黙って死を待っていたのですが、まあ、せっかくの余命なので、悪魔退治だけ、しておきました。心臓の真上、ど真ん中か。これじゃ虎徹でもどうにもなんねえな。いって、こんなオチ、ありか？どうして？まさか、姫様たちが？変です。こいつら、誰にやられたんでしょう。敵の死体が全然ない。どういうことですか？六原が六原を攻めた。でも、どいつもこいつも死んでるってのは、生きてる奴らはどこへ？いない。え？生存者はいない。誰も彼もが死んでしまった。ここに残っているのは死骸と死神だけだ。ヤマト GP で見かけたな。どういうことなんですか？どうもこうもない。
お前も見たはずだぞ一条。この光景を一度は目にしているはずだ。いい夕焼けだな、影焼き。まるで宝月の野のようだ。そうは思わないか？光る！強者ども集い戦機満ちていると教えるものがあってな。今日を咲かされて遊びに来たのだ。良き武人どもであった。武々しく引くことを知らず、幾度打ち払われても同胞の束を越えてまた押し寄せ、最後の一騎まで戦い果てた。良いひとときを過ごしたぞ。そこに影焼き、お前まで来てくれるとは。まったく、今日の光は退屈というつきものに見放されているな。いつもこうならよいのだが。光る。昔のようには、あの小さな町で暮らしていた頃のようには。お前は狂ってしまった。2年前俺が止められなかったから。お前は山賊たちを敵として殺し、村政の呪いに縛られ町の人々まで殺して狂った。そうだろう。だがその狂気、その原点だけは決してお前の罪ではない。なのにダメなのか。お前を犯すその狂気はもういかな手立てを尽くしても癒せないものなのか。やはりどうも認識にズレがあるな。江ノ島でも言ったろ、影明、俺は狂ってなどいない。変わってもいない。昔も今も、あるがままの港光だ。そんなはずがあるか！お前のしていることが、正気の人間にできることか！
狂い切っているとも思えない。お前にはまだ人の心が残っていると。この2年間にお前はいくつもの町や村を滅ぼした。だがお前が本当に狂い完全に暴走していたならこの程度では済んでいない。そのはずだ。今頃は少なくともヤマト全国が滅びていなくては理屈に合わない。親の心こしらずなどと言うが伝わらないものだ。俺が関東を一息に崩してしまわないのは影明お前のためだ。影明よいか。光は狂っておらぬ。狂う道理がない。あの山賊どもを殺しそれで村正の呪いに縛られ町人をも殺してしまい狂った。お前はそう言ったがな。根本に誤解がある。光は一度たりと敵を殺したことなどない。何を。光は多くの者と戦い勝利し殺めてきた。しかし敵意など一度も抱かなかった。なぜなら俺は一個の武人として武の法に従ったに過ぎぬ。武の法。争い殺す、ただそれだけの法だ。敵意などいらぬ。憎悪もいらぬ。ひとえに武の命ずるまま全てを倒してきた。村正の樹海は光には意味のないものなのだ。従ってそれに束縛されたことなど一度もない。納得したか。光の道は狂気にあらず天下不武の帯同である。万民が武の法に従い各々の武を競い合い、その錬磨総国によって子孫の座へ達するが望む。なぜだ。どうしてそんな望みを。それが光の意味であるからだ。武を貫徹し世界と戦い、これを屈辱せしめるが光の存在する意義であるからだ。望みを叶えるには世界すべてを光の意志で染め上げねばならぬ。無論それはその通りであるし、いずれそうするつもりだが、少しずつ進めないとお前が困るだろう。お前は母上から誤った部を教え込まれているからな。すぐにすぐ俺の示す部を受け入れられはすまい。無理に叩き込もうとすればお前こそ狂ってしまいかね。だからゆっくりやっているのだと。うむ。俺が焦って追い詰めたりせねばお前はおのずと正しき部を悟るはずだからな。そのための村正だ。
だがさて、そろそろ頃合いだと思うのだがな。どうだ、影明。武の天下に生きる準備は整ったか。お前は邪悪だ。俺の敵だ。まだ遠いらしいな。そんなことを口にするところからすると、まあそれはそれで悪くはない。こちらへ近づく一歩ではある。こちら、我が武の道にだ。もちろん影明、俺を敵と定め戦いを挑むのならば、当然必要な覚悟は済ませているのだろうな。善悪創殺、我ら村正の絶対戒律。敵を殺さば味方も殺し、憎んで殺さば愛にても殺す。光を敵と憎むほどに友と頼む者はいるか。あるいは母上のごとき者は。それは光の一命とその誰かの一命、お前にとって全く等価となる。二つ共に切り捨てる覚悟があるのだよ、影明。そんな覚悟はいらない。港さんには私がいる。一条、うん、何者である。置き捨てに影明と二人きりで話し込んでしまった非礼は詫びるが、初見の挨拶もなく話を妨げるもまたぶしつけであろう。自己紹介でもしろってか。必要ねえよそんなもん。なぜだ。そういった礼節というものは、人と人とが敬意を抱き合い円滑な関係を築くためにとても大切なのだぞ。親しき仲であっても礼儀あるべし。だから俺も今日はまず時効の挨拶から入った。だろうがなんだろうが、てめえに名乗る名前なんかねえ。理由くらいわかるだろう。ふむ、気難しい年頃なのだな。違う、あたしゃ反抗期か。てめえはおふくろか。名前がジュゲムジュゲム五行のすり切れ、カエザリ水魚の水魚松、雲来松、風来松、クーネルところに住むところ、ヤブラ工事のブラ工事、パイプパイプパイプのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナの超級名の長助だとか。落語でもねえ。ヒント、
誰がなぞなぞやってる？私はな、てめえみてえのを人間とは思わねえって言ってんだ。てめえはただの悪だろ、ただの鬼だろ。港さんの妹とも思わねえ。殺してなくしてやる。てめえにはそうするだけでいい。しかり、なるほど。つまりは狂犬か。何？いや、あざけってはおらぬ。そのネクラの闘志は光の忌避せざるところ。剣も良いこしらえだ。ムラマサ、ナオミ、聞けば済む話だが、あの分では教えてもらえそうにない。うん、総集者のこと、そしてこれほどの口実、まず五郎入道正宗と見た。いかに当たりか。これは良い。天下一名物正宗、よもやそんな代物が影明と共に俺の前へ現れようとは。影明、そこの狂犬は俺に挑むようだが、お前はどうするつもりだ？なんだ、二対一じゃ嫌だから一人ずつ来いとでも言う気か。光は差しを好むが別に押し付けはせぬ。それはどちらでもよい。しかし、まさかとは思うが。何考えてんのか知らねえが、こっちはこっちの勝手でやるぞ。港さん、いいですか？お大丈夫です。あいつを殺すのは私ですから。呪いなんて関係ありません。死ぬのはあの悪魔一人きりです。待て、今何と言った？狂犬、答えよ。繰り返させるほどのことかよ。こんなの当たり前だろうが。港さんがてめえを殺したら、呪いでもう一人殺さなきゃならなくなる。でも私の正宗にそんな厄介な決まり事はない。だから戦うのは二人、殺すのは私一人。そうすりゃ死ぬのはてめえら邪悪だけ。私と港さんは二人で一つの正義の剣ってことだ。影明、お前もそのつもりか。どうなの、お前もそう期してその狂犬正宗を連れていたのか。港さん。ああ、そうだ。
もう言ったぞ。こっちの勝手でやるってな。政宗。おうよ。死ね、銀星号。てめえが殺した人間は数えきれない。てめえ一人を切ったって帳尻は合わない。てめえを裁く正義は遅すぎたんだ。今さら補いのつけようもねえ。それでもこれ以上は好き放題。グダグダやかましいわ。このだけか。あのザレ事さえここまで愚かしくはなかった。あれはあれで通す筋はあった。だが鍵開き、今のお前の道はそれすらも欠く。ただの欺瞞だ。薄っぺらな甘い妄想だけでできている。まさかお前がそんなものになってしまうとは。あの小娘と組めば正義だと？どんな理屈でそうなる？一人しか殺さなくて済むから。二人殺すのは悪行だが、一人で済むのなら正義だとでも言うの？違う！数の問題ではない。何の罪もない人を殺さずにいられる。一条と一緒に戦うなら、だからそうするのだ。当然の断りだ。罪ある人間ならば殺しても。いや違うか、表現は性格を競う。罪ある人間ならば殺させても構わないと、そういうことか。許されざる罪もある。死すべき罪人は確かにいる。その中には強大な力を持つがゆえに司法にも裁かれぬ者がいる。六原や銀星号、お前のようにだ。
一条はかかる巨悪の初段を斧が使命とした。それが間違ったことだとは思わない。なるほど、そうか。確かにそれは正しい行いかもしれないな。しかしだからといって、それを成した者が正義を名乗れる道理があるか。何？そんな道理はなかろうよ。それとも何か、正しい殺人なら罪はないとでも。バカなことを言うな。殺人は殺人、何の違いもない。いずれ同等同質の部の発言である。武力を競い勝利し殺した、ただそれだけで、他に解説などいらぬ事象だよ。罪の有無、俺には関心のないことだが、罪とやらを問うなら、正当な殺人であろうと不当な殺人であろうと変わらない。生命を破壊し終わりにするという意味では、どちらも全く同じことなのだからな。ものだけが死ぬならば、村正は死すべきではない者も殺してしまう。それを避けられるなら意味が。何を言っている。死すべきは弱き者、生きるべきは強き者だ。死すべきではないのに死す者などいない。お前の刃に屈したなら、それは武の基礎に敗れたということ。そのものが善であれ悪であれ、死ぬのは断りであり、何らの理不尽もない。違う。死すべきは死をもってしか裁けぬ悪だけだ。そして村正がその悪を裁けば、罪なき者をも共に殺してしまう。善悪創殺の戒めによって、俺はそれが許せない。影明。今のお前はまるで子供だ。そうか、ああそうか、お前はとうとう理解できなかったの。善悪創殺、村正が課すその四文字の意味はあくまで誤解したか。呪いなどではない。善悪創殺は単なる真実だ。武というものの本質だ。村正はそれを白日のもとに晒したに過ぎぬ。どういう意味だ。今のお前には言ってもわかるまい。だがこれだけは教えておこう。今、お前がしていることは何か。あの娘と二人合わせて正義。違う。戦い、殺しているだけだ。それは以前と何も変わらない。決定的に違うのは、違うのは。殺すのがお前ではないということだ。お前の代わりにあの狂犬が殺しているということだ。お前は殺人を罪だと考えながら、
その罪を正義などという御託のもと、あの小娘に押し付けたのだ。恥を知らぬか、影明。正道からあまりに遠い、運を帯び、を手放した。破滅さえ他人の分に甘え、勝利を恵んでもらおうとした。これではダメ、どうにもならぬ。失敗だ。お前への共同は失敗した。金星号、どうやら甘やかしすぎたらしい。お前を思いやってフグを急がなかったのが裏目に出た。まさかこんなことになろうとはな。もはや猶予はせぬ。見ておれ、影明。これより光は満天下に武を敷く。あらゆる虚飾を捨て去った世界に佇む。今度こそ真理を悟るがよい。おはようございます。おはよう。いい天気ですな。ええ、本当に。ほら、静かにしなさい。授業中ですよ。なあ、今日はどこで遊ぶ？タジマンチでいいじゃん。先生、トイレ行きたいです。またタジマンチ？ここんとこずっとだぜ。あ、やべえ、教科書忘れた。でもあいつんち金持ちだしさ、おやつ出るじゃん。だけどさ。先生、トイレ。もう。見た見た。こら、一人でいくつも食べないの。お父さんの分がなくなるでしょ。うん。いいっていいって、お父さんもういらないから。またそうやって甘やかす。あなたもたまには厳しく言ってください。いや、でもな。お母さんすぐ怒る。お父さん怒らない。ほら、こんなこと言われてる。お母さんはすぐ怒るか。うん。あなた。でもお母さんを嫌いになっちゃダメだぞ。お母さんはな、お前のことが大切だから怒ってるんだ。
くしょう。六原は何やってんだ。進駐軍はまだ状況把握の最中だろう。それに把握したとしてもどちらも矢面には立ちたがるまい。六原と進駐軍は互いに仮想敵だ。銀星号と戦っている隙に背後から襲われる可能性をまず恐れる。こんな状況でむしろこの混乱を機会とし、どちらも互いから片付けようとするかもしれん。当てにならねえ連中だ。当てにする気もなかったけど、やっぱり私たちがやらなきゃ。港さん。無論だ。あのような世にあだなす魔物、政宗が斬らねば誰が斬る。昨日は不意を打たれて深く劣ったが、二度と醜態はさらさぬぞ。であろう御堂。当たり前だ。今度は絶対ぶった切ってやる。もうそろそろだと思う。そうか。Thank you.
うん？港くん、どうした？部長？ああ、先輩ひどい。いくら起き抜けにはきっつい顔だからって。そんな露骨に驚いちゃかわいそうです。ひどいのはお前だ。単に寝ぼけただけだろう、彼は。ああ、どうも相当疲れてるみたいだな。いえ、申し訳ありません。本当に寝ぼけていたようです。まあ仕方ないさ。家の方いろいろ大変なんだろう。今日はあまり仕事もないし、もう上がってくれていいぞ。いや、しかし。暇な時に無理されて、忙しい時に倒れられるとこっちが困る。先輩、サラリーマンは体が資本、体調管理も仕事のうちです。そうだな。私の昼寝も仕事のうちなのですよ。今明かされる衝撃の真実。こんな社員がいても回るんだよ、うちの会社。だから気にするな。はい。今日は早いね。おかえり、影明。はい、ただいま帰りました、スバル様。我が主よ。制限を発し、この政宗をまとえ、母の危機であろう。ああ急ぐのだ、御堂。制限を。制限。
鬼に王手を、鬼を斬る、仏に王手を、仏を。あっ、何を血迷っておる。そんな妄言を誰が教えた。何、政宗は正義を貫徹する力、斬るべきは鬼、断つべきは悪、滅ぼすべきは邪悪のみ、それを誓うのだ。はよ、世に鬼あれば鬼を断つ、世に悪あれば悪を断つ、剣の断り、ここにあり。疑問符は余計だが了承した。これより政宗は港影明の刃足らん。さあ共に悪鬼を討とうぞ。いかにも